はいどうも、皆さんこんばんは、モッティでーす。ということで、今日もやっていきましょう。スプラトゥーン実況プレイ。今日は久々に縄張りバトルで遊んでいきたいと思います。で、いつもの恒例企画、全集、筆、使ってみた実況プレイということでね、毎回テーマに沿った武器を使って縄張りバトルで遊んでいこうという企画でございますけれども、今日はパブロですね。パブロと必戦、計5種類遊んでいこうかなというふうに思ってます。で、今日はですね、なんでパブロかと言いますと、実はモッティ、オープンレックっていうサイトでですね、毎週日曜日の夕方に、スプラトゥーンの実況動画を実は別個に上げておりまして、今はですね、ちょうど筆縛りということで、C 体から S プラス体までずーっと筆縛りで、上がってきてて、で、そういう実況を上げてきたんですけど、今週の日曜日で、筆縛り実況プレイが一回最終回を、迎えると。いうところで、じゃあちょっとせっかくだったら、ちょっとパブロの練習の成果、皆さんにご覧いただけたらなというのとともに、まあもしよかったらね、オープンレックっていうサイトでやってるから、よかったら暇だったら見に来てね、みたいなそういう宣伝も兼ねてね、やっていこうかな、みたいな感じでございます。よし!さあ、今日は振るぞ!めっちゃ振るぞ!さあ、ということで、やっていきたいと思います。久々の縄張りバトル。今日はまず1戦目はパブロ使ってやっていきましょう。お願いします。トルネードの使い方ですね。まあ、あとはひたすら。塗るだけですけど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 。とりあえずスプリット投げといて。どうですかね。左サイド取りに行きますか。取れますか。取れませんね。取れません。取れませんので。これ塗っといて、センター投げといて、で、まあ、縄張りだからね。なんかよくわかんない感じになってるよ。左サイ取りに行きたいんだけど、いや、きつい。ホルネが多いっすね。一回ちょっと引くわ。センター取って、そこいるでしょ。そこちょっと出してもらって、味方に前に行ってもらうことによりこっち側をしっかり取ると。んでスプリンクラー投げたいけど投げる余裕がまるでない。しっかり自陣を固めるところから始めて、よし固まったかな。あと左サイですね。あと左サイなんで、あとはこの辺をちょっと塗っといて、虫だけしっかり作りの、右サイが取れてないっぽいの、取り切れてないっぽいんで、取りの、塗りの、固めの、出さないの、そこはスペシャルで倒れの、ここ一個上置いときの、これ置いときの、大王位とかあって、ここ一個、それね、3発も打って。よし、倒し。これで取りに行ったね。俺じゃなくてよかった。これは、やばいかな。これ、不意を、逃げられた。不意ついていかないとなんだけど、不意がつけないよ。さあ、上に来てるよ。上に1個いるよ。上1個いるよ。味方のね、いやー、そういうの出れないから、完全にパブロ的にはそういうの取れないんで。いいよ、詰めてるよ。いいトルネードなんだな、これが。意外と刺さってるんだな。あー、マジで出ねえの今の。マジかよ、今の出ねえのかよ。どんだけ引っ張らしなんだよ。いや、いいですけどね、冷静でいいですけどね。降りてこい。降りてこないと倒せないよ。よし。ラスト10なんで、一回ちょっとここ投げといて、ナイス。この辺の補修を最後にしつつ、はい。ちょっと手間取っちゃった、最後。最後ちょっと手間取っちゃいましたけどね。まあ、濡れたんだからいいんじゃないですか。何ポイントいきました？ 1000 超えました？ちゃんと。ね、パブロは縄張りは1000超えてなんぼかなって思うんですけど、2000ぐらいいってますかね。2300、おー、いいですね。まあ塗ってただけなんですけどね。まあいいじゃないですか。ちょっと振りのね、速度もね、だいぶ上がってきたかなと思うんで、練習してて。よし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 、まあまずは準備運動完了。
はい、ということで、二つ目の武器行きましょう。パブロヒュー。パブロヒュー。ほんまか。これもうすでに多分筆縛りの方が塗ってますね。4900だったらね。お裾分けバリアをしっかりね、してあげなきゃですね。トラップで。さあ、ということで、やっていきましょう。今度パブロヒューはネギトロ炭鉱で行きたいと思います。よろしくお願いします。さあ、トラップで倒したいが、ただトラップで倒すには、それなりに無理状況を確保しないと、いうわけだ。さあパブロは最初突っ込んだらやばいので、しっかりバリアをはめるところから始めましょう。よし、で上がってこないですね。味方も来ないですし、相手も来ないですね誰も来ないですね。さあそのポイズン投げて、投げてどうする、そういうこと。まあ、倒せますよ。それぐらいだったら。それぐらいだったらいけますよ、確かに。ただ、全然、味方も敵も来ない。何が起こっている？そして左サイドは完全に壊滅している？謎に壊滅している？そして逃げざるを得ない？チャーにやられてしまうから逃げざるを得なくって。なぜこのタイミングで降りてくる？そして謎のタイミングすぎる。塗れないからなぁ。これ、縦の塗りをね、誰かしらにやってほしいんだけど、きつすぎるんだよなマジか、ぶね。いやでも死ぬこれ。ちょ、待って、何これ、なんでローラーがいるんだよマジで怖いんだけど、マジなんなのこれ。どうにもならない、どうにも、なんかいる、なんも、もう出れない、出れないし。はい、まだ来ない。痛い。降りてこーい。なにもう。なんかいるし。なんなんだよ。やっと上がれた。やっと上がれて。で、どうする？あー、センサー、ナイスセンサー。うわあ、しんどマジしんど、なんだこれは。あ、右サイドも取られてございました、ね、完全に取られたんで、どうするのかな、これどうしたらいいのかな。やっぱりバリアないと厳しいか。いやでも大丈夫か、大丈夫だ。右サイド取られてない、ギリギリどうにか保っている若いな、動きが若さ溢れる動きだな。おー、出てきたよし、ここだよな。来ないっすね なんか面白いですね、縄張りバトルって。うん、面白い。まあ勝ちましたね面白いですね、もうその一言につきますね、いろんな意味で突っ込みどころしかないですね。いやまあよくローラーとかポイズンとかリッター相手にね、まあ、ここまで動けるのは縄張りバトルだからでしょうね。よし、やっと本命武器使いますね、行きましょう。さあ、ということで、パブロパーマネントですね。行きましょうか。パブロパーマネントは、もう任せにしたいっていう感じですよ。この装備で、ブイブイ言わせてやるけんのって感じで、行きたいと思います。さあ、ということで、行きましょう。パブロパーマネントもネギトロ炭鉱ですね。行きますよ。まあ、ボムがある分、かなりネギトロ出やすくはなるとは思います。はい。さあ、行きましょう。よろしくお願いします。あ、やーっとちゃんと4人しっかり用意ドンで出てくれた。嬉しい。やっと出てくれた。8戦目ぐらいにしてようやく。やっと用意ドンで出てくれる味方聞いた。嬉しい。オッケー。そしたら、初動は、ちょっと、味方に任せながらなんですが、お、この辺置いて、いや、3人いる！マジか！ちょっと、こう、倒して、いない、行く、いない、戻った。戻ったわけではない。いないの？あれ？3人いたのに消え去りましたね。
戻ったわけですね。ナイス。さあ、そこの、そのスピナーはちゃんと、ああ、できそうなスピナーですね。はい。ハッコー！あ、やべ。ごめん、ミスった。ミスった。まあいいや。まあ、スピナーの方が大事でしょう、おそらく。よし。で、この辺投げていって、ここ塗りたいな。このちょっとしたやつが割と、あ、やばい、コッコー！よし！今見えてなかったけど、今のは読めた。よし。で、どうするこれ。どうすんのどうすんの。このちょろちょろマンには俺絶対に勝てない自信あるよ。あ、違う、スプリンクラーだった。あ、スプリンクラー壊れた。コッコー！来ない。ちょろちょろマンだった。どっちなんでしょうかね。もう均衡状態がこの続く感じ。続く感じ。続く感じ。で、で、え、で、え、コッコー？来ない、来ない。早かった早かった。どっからどう逃げてくる、どっからどう逃げてくる。さあ、来るぞ。ちょろちょろマンが来る。ちょろちょろマンが来る。ちょろちょろマンが来るぞ。助けてくれ。ちょろちょろマン、ちょろちょろマンラグ。はい、はい。ビルは。さあ、攻めるか。攻められるのか、果たして。じゃあ、そこの。よし、乗れた。OK。一回引いて、塗って、痛い、痛い、暴れて、暴れまくって、またちょろちょろマンがいて、ブーン！やばい、それは。それまずい、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 逃げる、さよなら。スピナーは、スピナーきつい、スピナーきつい。こんにちはー！あれ。はぁ、はぁ、こんにちは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 。こんにちは。で、また行く ?3 音またちょろちょろマン、ちょろちょろマン、ちょろちょろマンきついよ。ちょろちょろマン、助けてちょろちょろマン。どこにいる、あ、いるの、いるのね。ちょろちょろマンいる。ちょろちょろマン、ちょろちょろマン、ちょろ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 、どうもでかよー。はい、ポッコーよし。来るな。それは来ちゃうね。縄張りだしね。オッケーオッケーオッケー。いや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 、やっぱ、まあ、縄張りも、まあ、そりゃガチがあれですからね。縄張りはこんな感じでしょう。ふぅー。まあ、やっぱパーマネントパウロが一番強いですね、圧倒的に。もう圧倒的にガチでもパーマネント一強だなって、使ってて思いますね。さあ、とりあえず、筆3本使ったんで、残り2本北斎行ってみたいと思いまーす。レッツゴー。はい、ということで、北斎ヒューから行きましょう。北ヒューは、攻撃ガン済みでいいんですか？このサブスペシャルで北斎ヒュー攻撃ガン済みって言われてもなんか大丈夫なのかなって個人的に思っちゃうんですけど、いいんですか？いいと思います。頑張りましょう。よろしくお願いします。さあ、ということでやっていきましょう。ハコフグ倉庫ですね。頑張りたいと思います。北斎ヒュー、ボムがある分前に出やすくなさそうですね、この辺。あ、無理ですね。出れないですね、これね。まあ、ボムがあるからね。その分、出やすいとは思うんだけど、まあどうでしょうね。編成というものにはかなわないと思うんで、筆は。結構使ってて、個人的にずーっと思ってたところではあるんですけど、まあとりあえず右サイド取れてそうなんだが、どうしようか。射程で多分負けちゃってるから、裏から入っていって、どうしようかなって感じなんですけど、とりあえずそこを使って落として、あー、ミスったー、ミスったー、やばいー、これはまずいー、これはまずいー、やばいー、どうしよう、睨まれてるし、後ろからも来るから逃げまーす。さようならー、危ねー、今じゃ全ビニオン逃げた気が来る。よし、で、どうなる？このタイミングでローラーが前にこう入れちゃうと、割と圧力かけられるんだけど、まあ、そんなね、ことにはならないですからね、縄張りバトルなんで。まあ、縄張りバトルですからね、仕方ない。うーマジか。マジかよ。完全にそこが起点になってる感ある？大丈夫？やって降りといて、この辺怖いんですけど、行かざるを得ないですよね。さあ、そこでローラーがやられちゃったから、どうしようかな。いける？いる？いない。いない。上に、あー、そことそこ。難しそう。ボム投げて、やばい。
よし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 、ラッキー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 、よかった、台を剥がれなくてよかった。で、で、出れない、出れない、カッコー、よっしゃ、来た、しょっし、で、で、で、あす、あったあったあった、うぅー、頼むぞ、後ろ俺の後ろ塗っといてくれ、ちょっと頼む、ちょ、右とかも塗っといて、お願い、あああああああ、右も左も俺が塗る、じゃあ、あー、で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 、よいしょ、あ、ミスか、やばい、あーん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 、いや、すごい、死ぬ、死ぬ、死ぬ、ボムラッシュが、おう、おう、ボムラッシュで前をコロコロしていたローラーから溶けていった、まずい、まずいですね、これは非常にまずいですね、どうしたらいいんですかね、これね。これもう打開策ないんじゃないですかね。もうここで、スパショが溜まって、あと3キルバーンやるしかないんじゃないですか、これは。お、33状況から ?33 状況から、あー、まずい、待って、あー、死にまーす。まあ、はい。ね、縄張りバトルだけど、うん、編成は、ね、きつかったからね。仕方ないね。いや、でもいいや。この試合使うわ。あのスパショ3連キル、モッティにしちゃ珍しくあるから、この試合採用します。縄張りバトルとはいえ、珍しいんで、採用します。よし、じゃあ次の試合行きましょうか。はい、ということで、じゃあ行きましょう。ラスト、北斎。ダイオウイカがあってくれるから、まあ、打開とかしても、できるかな?味方が溶けまくっても大丈夫かな?頑張りましょう!よろしくお願いします!さあ、頼むぞ次は!よろしくお願いしますよ!おう。まあ。なんかノバに荒らされて負けそうな半端なんですけど。とりあえずは。はいよ。はい、この辺ね。はい。じゃあ塗っといてあげるから。左サイをしっかり取る、はい、潜む場所を増やす、塗ってから潜む、台を溜める、溜めてから置く、はい、でどうするのかな、これなんか真正面からどうしてもいけない武器であるがゆえに、なんで俺切っちゃったんだろう、台をやばい、ボムじゃなかった。あっ、そりゃ、ぶね。はい、死ぬんで、それは死にませんでした。OK です。はい。からの、こんなとこにいても逃げるしかないでしょ。大王溜まってないんだから、絡むじゃねえよっていう。よし、からの。もうこの辺で、あ、ない。まだない。はい、一回塗って。いや、たまらないですね、やっぱり。なかなかたまりにくいですね。はい。あ、全然、おとりにすらならなかった。ナイス?あ、逃げて。よく勝ってるな、それで。あー、マジ食かよー、今の分かったと思ったのにな、ぴょんぴょんするんじゃー、イカちゃんがぴょんぴょんするんじゃー、あー、隙間からイカちゃんがぴょんぴょんするんじゃー、じゃなくてさ、あのさ、そうじゃねえんだよ、スプラトゥーンっていう。そういうゲームじゃねえから、これ。結構いて。どうにかなんない?なんかない?すっ。お、頑張れ。大丈夫か?行くぞー、おー、行くぞー、痛い、やだ、死んだー、ボム合わせ技で死んだー、台を切れなかったー、ダセー、台を切れなかったー、調子乗ったー、のばちゃん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 、
のばちゃん、俺こっち向くかな、これ。のばちゃん、のばちゃん。あー、イカちゃんがぴょんぴょん。お前は男だから、あんな可愛いから死んだ。くだらなさすぎるでしょ。なんだ、最後の試合。最後の試合何なんですかね。くだらないにもほどがないですか。まあよかったわ。まあ楽しい試合が取れたんでね。いいんじゃないかな。いろんな意味でね。いろんな意味でね。そりゃぴょんぴょんしてたら中3ですよ。そりゃそうですよ。ということで、まあとりあえずこんな感じの実況、こんな感じの実況ではないけど、上げてますんで、まあもしよかったらオープンデックっていうサイト探して見つけて見に来てください。ではまた明日、モッティでした。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。最近涼しくなってきたんでまたチャーハンを作り始めてまして、最近のマイブームは鮭チャーハンの素とか、あとはキュウリのキュウちゃんまた入れてですね、アクセント加えてみたりとか、そんな感じのチャーハン作ってます。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。